一応スポット参戦、今のところスポット参戦で、でまあ自分の願いとしてはこれあと連戦の台湾とカタールを連戦で走りたいなっていうのは一番の願いですね。まあ今4連続表彰台なんで波に乗ってると思うんですけど、そうですね、やっぱり前の藤原選手や清成選手のような速いライダー、上手いライダーが走っているようなアジアで表彰台に残れるのは本当に自分にとってもいい経験になると思います。正直言ってメンツを考えるとかなり難しいと思ったんですけど、まあ、それでもあのレース始まればもう自信を持ってインに飛び込んだりっていうのができるようになったんで、その中でも自分でも成長したなとは思います。レースでもレース1より悔しいですね。やっぱりそのトップを狙いた位置にいたのに最後の最後で攻めきれなかった自分がいたので、そこが一番悔しいです。藤原選手のペースについていってたのはいいんですが、やっぱりそのレースの運び方が自分でちゃんとできていなかったので、そこをもっと次の岡山でしっかり作っていきたいと思います。はい、全日本につなげたいです。